どうすればいいんだ。なんかこれで、こいつがあれになったとか、ない、そういうの。人の匂いにゃ、うまそうにゃ。結局、ダメ。助けてもらうったって、ネズミさんぐらいしかいないぜ。あいつとやり合うのは久しぶりだな。ふう、腕が鳴るぜ。よし、俺についてきな。神速の足を見せてやるからな。かっこいい。 さあ、そこでじっくり見ているよ。ね、ネズミの匂いがするにゃ。シュン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 。早い。待てにゃー。やったー。かっこいい、ネズミさん。で、俺はどうすればいいんだ。ちょっと待ってくれ。はいはい、調べますよ。うわ、この向こうには強大な化け物がいないね。意味がわからん。なんかのお面が。調べる。おっと、そうそう、ここ、ここ。さあ、俺様をさっさと棚に戻してくれよ。まだ戻さない。ちょっと待って、戻すって約束だろ。まあ、あと少しだけなら付き合ってやらんでもないけどな。でも約束は約束だぞ。覚えとけ。はーい。縄が落ちている。役に立つかもしれない。こう持っていこう。もうちょっとだけ。多分この向こうには誰もいない。多分ね。こんあんなことがあったとか、ちょっと。ああ、危ない。終了しちゃった。いなかった。化け物に墨跡が鮮やかに、あ、墨跡でいいのかな。鮮やかにも書きつけてやる。読めるところは、杖刺したければそれ寝つき木となりぬ。それ、すなわち逆松と呼ばれし神木なり。え？意味がわかんない。おむすびコロリンストントン。意地悪じいさん欲張って餅を抱えて立ち往生。持てるだけなら良いものをネズミにかじられ赤き者。あ、おむすびコロリンストントンってあれかな。小太りじいさんの話か。お前は誰だ？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 どういうこと？難しくて読めないものばかりだ。また、後にはその8の雷神に1500の、読み軍を吹く。何し、何橋めき、追い橋めき、ここへ、読めない。手裏剣を抜きて、あ、攻守に吹きつつ逃げきます。なお、おいて、読み平坂の坂本にたどりし時、その坂本なる長子三冠を取りて持ち、読めない。 逃げ帰りき、わかんねえ。ここは、いじゃや照明意味て読めね。 逃げ帰りますとき、その、
イモイじゃなみみえ我が輩にホッケンって ちょっと頑張っなんとなくもう読めないので皆さん読んでください。何鳥って投げ放つる、すなわち孤寮ひりひり職務間に逃げ行く。何かを食べてる間に逃げろっていうことなのかな。なお美味しかはまたその右のお水らにさせる。つつま節を引きかけて来て逃げ投げ、すなわちわかんない。悔しきかも遠くへ来ますずにて。愛し、愛しき我がなせの命、入りいきません。はい。もう意味わかんない。ちょっと、振り仮名を振ってください、せめて。ああ、ちょっと笑い声が遠いかな。でもまあ、中にはワンサといるね。はやなら、一か八かだな。そんなこと言われたら、一応入ってみよう。おー。なんかいっぱいいる。怪しい雰囲気が。ちょろちょろしたおっさんに話しかけれるのかな。あれも妖怪感。お、話しかけられない。お、見つかってんだろ、確実に。これも妖怪なの？あ、やばい、ミスった。おいおい、なんだこいつは。人の匂いだ、人の匂いだ。お、わかった。こいつが今日のごちそうだな。あー、死んじゃった。で、結局どこに行けばいいの？こっちの襖は？こいつは中に1匹2匹いそうな気配。どうするよ。やめておこう。はいはい、調べますよ。多分この向こうには誰もいないよ。多分ね。何か書いてある。雇用の際は、ん？下男、下男、共にお申し付けください。下郎？わかんない。なんて読むの？ん？雇用の際はって言われても。なんもない。なんだこれは。ここはなんか宿屋さんみたいなとこなんだろうね。多分、妖怪の。多分。指が2、3本突っ込める程度の小さい浅い穴だ。なんか千と千尋的な 雰囲気も。棒。ここで棒かな、まさか。お、やった！突っ込んでみる。だから何？なに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 ？なんと棒から根や枝が伸びて木となり実がついた。その実は桃のように見える。桃の実を置いとった。なんかそういえばさっき桃がどうのとか書いてあったな。これを食わせてる間に逃げるみたいな。脱出するときになんか追っかけてくるからなんかしろみたいな言ってたよね、ネズミさんが。ちょっと記録しておこう。
入ってみる？どうしようかな。入ってみる。いるよ。なんじゃいお前は、座敷わらしかね。お？襲われない。なんで？なんだったんだ。お？こう脱出できるんじゃない？おいおい、ちょっと待て。俺様倉庫にまず約束を破るつもりか？そっちがその時ならこっちもこの気だで。ガキが抜け出そうとしてるぞ。集まれ。化け物だってな。約束は守るんだで。ああ。ちゃんと置いてきてあげよう、これは。かわいそうだから。よし。よし、約束は守った。良い子には褒美をやろう。そこにかかっている鬼の面貸してやるよ。少しの間なら奴らをごまかせるかもね。へえ。鬼の面がかけてある。ちょうどかぶれそうな大きさだ。へえ。ヤニ玉はもういいかな。縄？鬼の面。ちょっとここで記録をしよう。もしかしたらもう脱出できんのかな。でん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 。いや。おや、ちょうどいいところに。おい。あなし太郎や。喉が渇いた。水をいっぱい、ん？所望するぞ。水ですか。お水、お水だってな。お水を汲める場所は、小ぶりなわけだ。この縄を縛りつければ。あ、やった。あ、めっちゃ偶然。なるほどね。へえ、こんなこともやんなきゃいけないんだ。で、音が。桶の中に何かが入っている。え、何？なんて読むんだこれ。なんとかを手に入れた。ちょっと待って。巻、え、萌え、違うな、萌えじゃないな。え、何が書かれた。井戸に入っていたのに腐っていない。うん、なんて読むんだ。26歳になってこれが読めないのはまずいかな。まあ、消えと読む気がするのが上のやつか。まあいいや。いやいや、ちょっと待って。水が欲しいとか言ってたんだけどさ。ちょっともう一回水汲んであげよう。溜まった。水をさっきのなんか大黒天みたいな、大黒天っていうか恵比寿様みたいな人にちょっとあげよう。持ってきたよ。お、水を持ってきたな。ご苦労だったな、七七太郎。なんかくれねえのか。ん？何を物欲しげな顔をしてる。何もやらんぞ、ずうずうしい。シュン。なんか切
切なくなっちゃった。脱出したいんだけどな。ネズミさんにちょっと声をかけてみるか。すごいね君、猫がどっか行ったよ。屋敷の中はよく知っとるが、ネズミ穴はお前せんには小さすぎるからな。しかしここから毎日外に出ても追っかけてくる奴らをなんとかし逃げ切れんぞ。なんとかしたいんだけどさ。行くか。よし、行こう。このまま行ってみよう。